い、皆さんこんにちは。マツダのデミオからハスラーに乗り換えて早いもので半年が経ちました。乗り換えてからまあ半年間ですね、主にカスタムをしながらこの YouTube チャンネルでもお送りしてきましたけど、ハスラーの乗り心地とかっていうのをまだあまりこのチャンネルでもお伝えしていませんでした。ハスラーのレビューに関してなんですけど、結構いろいろ言いたいことがあるので動画が長くなってしまうかなと思います。なので走行編とインテリア機能編の2つに分けてですねお送りしたいと思っていまして、今回は走行編ということでお伝えしたいと思います。冒頭でもお伝えした通り、僕はもともとマツダのデミオ、しかもディーゼルタイプのものからハスラーに乗り換えてますので、今回レビューにあたっては、普通車から軽への乗り換え、特にディーゼル車から軽への乗り換え、こういった観点でレビューができるかなと思っています。ディーゼル車と軽自動車を比較するのはどうなんだって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その方が生の声をお伝えできるかなと思って、そういった観点にしたいと思います。まずはハスラーの走りのいいところを3点お伝えしたいと思います。ハスラーの走りのいいところのまず1つ目なんですが、なんといっても燃費の良さですよね。まずは僕が6ヶ月間走った最高燃費をお伝えしたいと思います。最高でリッター 24.4km 出ました。僕が乗ってるハスラーは 4WD ターボということで、一番燃費が伸びにくいタイプだと思うんですけど、にもかかわらず、カタログ燃費リッター 22.6km である FF ターボタイプをはるかに超えています。そもそも、この燃費を出した時の条件としては、高速道路も走っています。で、高速道路を走るときは、だいたい70から75キロぐらいで走行していました。これはハスラーに6ヶ月間乗っていて気づいたんですが、高速道路に乗るときはだいたい70から75キロで走っているとぐんぐん燃費が伸びていきます。あとは下り坂などではしっかり惰性走行をして、マイルドハイブリッドのバッテリーをチャージして、加速するときにはモーターアシストをガッツリかけていくというふうに繰り返せば結構燃費は伸びていきます。一方、下道走行はどうかと言いますと、かなり気を使って走ればリッター18キロから21キロぐらいは出せます。やっぱりハスラーが人気の理由ってこの燃費の良さもあると思うんですよね。ちなみに前に乗っていたマツダのデミオの燃費ですが、下道ではだいたい14から15キロ、高速走行でだいたい25から27キロという感じでした。高速道路ではさすがにディーゼル車には燃費で勝てないですが、とは言ってもリッター 24.4 キロが高速道路で出るハスラー結構すごいんじゃないかなと思っています。まあ、たださすがに夏場とかはエアコンつけてしまうので燃費が大幅に悪化します。これはハスラーに限った話ではなくって、軽自動車全般的に言えることかなとは思います。続いてハスラーの走りのいいところの2つ目なんですが、 4WD ターボで軽自動車とは思えない力強い走りをしてくれます。これについてはですね、ディーゼル車からの乗り換えで一番驚いた点でした。車内にたくさんキャンプギアを積んでいる状態でもものすごく力強い走りをしてくれて、全くストレスがないです。さらにですね、ターボモデルにはパワーモードという機能もついていてですね、高速道路の合流なんて全然余裕です。もうこの辺はですね、軽自動車の常識を大きく覆されたなというところでした。最後にハスラーの走りのいいところの3つ目なんですが、アダプティブクルーズコントロール ACC によって快適なロングドライブが実現できます。この ACC は結構感動したんですけど、前に乗っていたマツダのデミオの時はオートクルーズというものがついていたんですが、まあ、車両の追従機能っていうのがなかったんですよね。この車両追従機能が割と優秀でですね、これ高速道路だけじゃなくって下道とか渋滞の時にもこれ ACC 使えるんですよね。はじめハスラーに乗る前にですね、 ACC なんか下道とか渋滞の時怖くて使えないなって思ってたんですけど、ロングドライブの時には特にガンガン使ってます。特に渋滞の時なんかはですね、10キロ前後ぐらいでノロノロ運転するじゃないですか。であれね、足でやると結構疲れますよね。あれを ACC が全部自動でやってくれて、最後停車するところまでもちろんやってくれるので、この辺ね結構感動しましたね。軽自動車って結構ロングドライブで疲れるって言うじゃないですか。でもこの ACC があると結構ロングドライブ余裕なんじゃないかなと思ったりしてます。ここまでハスラーの走りのいいところを3点ご紹介してきましたが、このね、走りの良さはね、やっぱり乗ってみてもらわないとわかんないです。最近の軽自動車って200万円前後が結構当たり前になってきてますけど、いや、それぐらいでも出す価値のある走りをしてくれます。一方で、ハスラーの走りに関して気になる点が2つほどあるのでご紹介したいと思います。ハスラーの走りの気になるところ1つ目なんですが、ブレーキに遊びがあって、利きも少し甘いです。この点に関しては車を乗り換えて一番初めに感じた違和感でした。
遊びがある分早めにブレーキを踏まないとちょっと危ないかもしれません。ブレーキの効きに関してはマツダのデミオンのブレーキ結構効いてたんですよね。なのでそれと比較するとちょっと甘いかなと感じたぐらいなので、まあ、乗り始めるとそこまで気にはならなかったかなという感じです。ハスラーの走りの気になる点2つ目なんですが、段差時の突き上げが結構すごいです。この点に関してはどのオーナーさんも結構言ってる点で、やっぱりこのハスラーの一番の課題点かなと思っています。ドライブレコーダーが衝撃感知するほどの突き上げですから結構すごいです。この点に関してはショックアブソーバーを交換したり、サスペンションを交換して車高を1インチ上げることで改善されたという声をよく聞きます。乗り心地を改善するためにもそのうちカスタムやってみようかなと思っています。ハスラーの走りのいいところと気になるところを最後にまとめてみました。やはり最大の売りは燃費の良さと力強い走りだと思っています。ただでさえガソリンも高騰してますから、燃費の良さっていうのも結構大事ですよね。最後にお伝えした段差時の突き上げについては、カスタムによって改善の余地がありますので、これ裏を返せばハスラーって結構最強なんじゃないかなって思ったりしてます。以上がハスラーの走りに関するいいところと気になるところでした。購入を検討している方の参考になれば幸いです。この納車半年後のレビューに関して、次回の動画ではインテリア機能編ということでお伝えしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。当チャンネルではハスラーカーカスタム、キャンプやキャンプギア、スノーピークを中心に発信していますので、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。